なんか、ね、粘土みたい。溶ける溶ける。ここはね、まだ硬いとこが好き、ね、1.5 で最初、一番最初調べてた。でも1対1でもまあまあできるみたいな。どう握る？ネットだと1対1って多分基本的に握れる。書いてあると思う。全然握れない。もうシャバシャバ抜きたい、これは。25も足す。うん、ちょっと 1.5 だけど、まあ、ちょっとずつ足していった方がいいかな。え、そしたらそう。じゃあ最初250g、 25g でやってみる。一回硬いね、結構。それぐらいドロドロじゃないと。おだってこれも、うん、さっきよりは、うん、さっきよりは、あ、でも、あ、いや、うわ若干、もうちょっと欲しい、若干、うん、よしよし、はい、足すか。はい、じゃあ片栗粉300にする。あと25だと300。おこれで、これがね、そうだね、最初がね、うん、でもなんか混ぜて、水増してまた粉なのか、もう混ざっててのこの状態なのかが分かんない。ダマになってなかったら、もう混ざってると思うけど、今、あ、それダマなしじゃないの。なってるぞ。え、じゃあさ、ちょっと傾けて、溜めて掴んで。あ、でも、あ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 、え、すごい。え、ちょっともっともっと、いっぱいいっぱい。ほら、ほら、ほら、やる、やる。あ、待って、ゆっくりやったら、まあ、でも、こう強くやったら下がすごい。あー、あー、ほら、めっちゃ楽しい。ちょっとやってみんな、やって。え、やばくない、すごくない、急ブレーキ感もすごい。時計大丈夫、気をつけて、時計。高そうな時計だけど。すごくない、ブレーキがかかる、すごい。水道に行きたい。気持ちいい。どうよ、どうよ。ちょっと停止なんだけど。なんか動かないね、全然。いや、すげえ動かねえ。お疲れ。あ、でもこれに戻るもんね。すごい。あ、混ざってる。わかんない。あの、だいぶあれだね。握ったら硬くない。どう、握ってみて。え、全然もう。全然。モテる。モテる。すごい。さっきよりさ、すごいよね。すごい。あ、これちょうどいいかもしれない。じゃあこれがベストのかもしれない。何対何？何グラムと何グラム？250の水と片栗粉310。おお。250の水と片栗粉310。もうめっちゃめっちゃ簡単。すごくない？いくよ。ほら、あ、あ、すごい、楽しい。どん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 。え、これすごい。ゆっくりじゃちょっとどんって。ああ、チーズフォンデュ見て。チーズ、確かに。あ、すっごい硬い。あ、硬い。うわって。でもなんかゆっくりこうやってやったら沈む、ほら。でもすごい、ここは楽しい。これごめん、混ぜ道具に使ってしまった、ごめんなさい。でも結構残るよね。5ミリ、5ミリアンペアでしょ、今。え、50ミリアンペア、今。え、あ、じゃあごめん、ごめん、ごめん、これうちは50だった。じゃあ5ミリだ。20ボルトです、これ。やば。もうだいぶ上げてるから、もう。もうやめましょう。はい、20ボルトで5ミリアンペアだったから、うん、それより、あ、待って、今から20いきます。もうすぐ20いきます。え、待って、同じぐらい流れてんじゃん。まあ、はい、20です。あ、流れてる。同じぐらい流れてるわ。え、すごくない、なんで水と同じぐらい。でも 0.4 でしょ。だいぶね、遅いよ、はい、まあ、まあ、もうちょい入れても固まりすぎたら水足せばいいけど。うんうん、ちょっと触りたい。そうだよね、乗れそう、乗れそう、沈んでくて。え、めっちゃすごい。いや、あ、30。でも溶けてねえもんね、うん、あ、全然まだ溶けてない。え、もう、うまい。これはこれ、片栗粉 330g、 片栗粉330で、水250です。片栗粉だけがどんどん増えていく。もう遅い、ね、遅いね、遅いけど液体にゆっくり戻ります。まだダイラ端子。でもね、見やすいよね。確かに。すごいやりやすい。確かに。本当にこれ投げたい。どっかに。投げたい。壁に投げつけたい。楽しそう。これでさ、なんか雪合戦みたいな。手で握ったら。白玉団子です。団子だ。おお。すごい。
もう団子、団子ですね、お餅ですね。おお、すごいすごい、明らかに個体ですね。個体にしか見えませんね。おお。あげよう。おお、取れた。取れた。どんどん液体になっていく。うわ。うわ。でもやっぱすっごい、ね、粘度が高いね。でも遅いけどなる。ギリギリ。ギリギリだね。ここまでいくとなんか戻って。あでももう塊にはね。ポロ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 。めっちゃ時間が経てば戻るのかでも。そう。これはもうこれ上の方でもそれこれ片栗粉じゃね、水分が飛んで、あ、で待って、ほら、くるくるくる、できてる、水分が飛んじゃうからさ、片栗粉、あ、硬だってもう、ポロポロなのかな、けどさ、トロトロじゃん、粉感がもう、だんだんね、だんだん片栗粉、あ、なってる、おお。じゃあちゃんとやるね、コーンスターチコーンスターチ、あ、侮っていけよ。あるね。おお。それどうやってやるの？おお。え、硬い。あ、硬い。いけそう、でも。いけそうかも。あ、でも、意外と注射できるんだね。あ、できる、できる。できる。ちょっと普通に注射だけしてみていいですか？あ、出る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 。あ、じゃあここだけが硬くて、このもう液体だもんね。なるほど。力変わってないもんね。意外とできるもんだね。すごい、できる。硬くて無理だと思った。あ、じゃあ最後、最後もう来てるか、続いてきちゃうと、なるほど、最後までは打てないってことか、いけなくもない、水だけ出てない、でも絞り出されてる、もしかしてこれ片栗粉ったら、ほぼ片栗粉、これ開けたらさ、サラサラだったりして、うわ、あ、でもあ、濃いな、あ、ほんとだ、片栗粉、あ、サラサラ、ダイラタンシーじゃない。まだまだダイラタンシー。ギリでもこれは押し出せんよ。水分ないよね。水分が先に抜けちゃった。水分先に絞り取られた。本当だ。すごい。もうほとんどこれは片栗粉です。片栗粉。硬い。片栗粉。本当だ。すごい。こうやってな、じゃあさ、ドロドロのマシュマロみたいになってる。これ多分投げれる。でも投げてもただの塊だから痛いだけ、そうそう、液体にならない、なるほど、いいね、勉強になる、すげー、配分がなるほど。